岡本人氏は、日本のレコード会社、ギザスタジオ所属の男性シンガーソングライター、ギタリスト、作曲家、編曲家、大阪府在住。同志社大学卒業後にギザスタジオに採用され、1999年から本格的な音楽活動を開始、男女4人組バンドガーネットクローのメンバーとして1999年から2013年まで活動。 また2000年以降は、ギターポップを基調とした、ソロアーティストとしての作品も発表し、その他、倉木舞や小松美穂、植木彩藍への作曲提供、編曲なども行っている。中学生時代からギターを弾き始め、大学時代には、バンドの一員として、京都府内で活動していた。卒業後ビーインググループに入り、1999年に、ザードへの楽曲提供、 戦場ライブのサポートギタリストとして音楽業界の表舞台へ出る。同年末には古井ヒ人をリーダーとして4人、組クリエイター集団ガーネット・クロウを結成。結成から2000年のメジャーデビュー、2013年の解散までメンバーの一人として活動を続けていた。ガーネット・クロウにおいてはギターの演奏、収録のみに専念し、作詞、作曲、編曲には、 一切関わっていないが、2004年以降の同バンドのライブにおいては、岡本がボーカルとして、ガーネット・クローの楽曲を歌うコーナーが設けられていた。岡本個人のより詳しい経歴については、経歴の不死を、ガーネット・クローとしての活動については、ガーネット・クローのページを参照のこと。ガーネット・クローにおける活動と並行して、2000年11月8日には、ソロアーティスト岡本ひとしとして、 CD シングル、ファーストファインデーを発売。それ以降2005年までに、K シングル2枚、ミニアルバム2枚を発売している2010年12月8日には、スーパーライト名義で、通算3枚目のミニアルバム、Now Printing を発売した。またザードのほか、倉木舞、小松美らビリインググループ所属の他アーティストへの、楽曲提供や、編曲作品も20曲以上を数える。 このうち、倉木舞に提供した PS 舞三社員は CD シングル表題曲としてオリコン8位を記録した。2002年1月12日からは、ラジオ番組パスタイムパラダイスのラジオパーソナリティも担当していたが、ガーネット・クローデビュー9周年の日である2009年3月29日の放送をもって番組のレギュラー放送は終了。この後番組を担当する 東方新規のユチョンに似ていると、当局の番組に出演するたびにいじられる。それに対し本人も、おちょんですね。とまんざらでもない様子で返答する。楽曲制作の詳細については、楽曲制作の節を、岡本に対する評価や、音楽性については、評価、音楽性の節をそれぞれ参照のこと。小学生時代は、冬でも半袖短パンで過ごす少年だった。 黒帯の兄がいて、よく練習相手になっていたため、柔道は得意だったと自身のラジオで述べている。小学校6年生の頃に家店などのバンドブームが起こり、ザブルーハーツなどを聴いて育った。中学2年生の頃、友人がピアノを演奏していたことに影響され、ドラムを演奏したいと考えたが、住宅事情を考慮し、4、5万円のセットで販売されていたヤマハのギターを購入し、 弾き始めた。当時は兄の受験勉強の邪魔になるからという理由で怒られ、車の中で練習を行うなどしていた。流行曲のバンドスコアを少しずつコピーして音楽の知識を蓄えた。高校時代は軽音楽部に所属しながらバンドを組み、ガンズローゼズやミスタービッグなどのコピー演奏をした。この時期、後に IT コンサルタントとなる。 渡辺里氏と一瞬同じバンドに所属した。その頃からは UK よりの音楽に傾倒した。大学では4年間、同志社の京田鍋コーチに京都の宇治市から通っていた。当時は大学の軽音サークルでシンプルな男だけのバンドを組んで活動していた。バンドの一員として様々なライブハウスで演奏をし、京都府内でチケットを売り歩くなどの活動を行うが、人気は、 全くなかった。同じライブハウスに出演していて人気があったのは、ポルノグラフィティだったと本人は語っている。大学4年生となった22歳の頃、所属していたバンドの活動が停滞し、就職活動の一環として、ビーインググループにデモテープを送り、それが契機となって、同グループへ入る。その後音楽活動が、表に出てくるのは1999年からである。 ザードの戦場ライブ、クルージングライブが行われたパシフィック・ビーナス。岡本がプロギタリストとして初出演した会場である。そして1999年4月7日、岡本一志と,として作曲、編曲したヒプノーシスがザードの CD シングル、マインド・ゲームスに収録され発売となった。これが岡本の作品中、最も早く、 世に出た楽曲といえる。この作品で、後のガーネット・クロウのアレンジャーの古井ヒロトと共同編曲しており、この時岡本はまだ卒業前の学生であった。同年8月31日には、ザードの戦場ライブ、クルージングライブに参加、サイドギターを演奏した。この際、作曲家の大野愛花と出会い、大野によって、岡持ちという愛称が付けられた。また、同時期には、 倉木らき前が全米デビューに向けて行っていたスタジオ制作にも参加する。この制作を通じて、当時は新人であり後に作曲家、ボーカリストとなる中村ゆり、作詞家のあずきなな、戦術の古いヒロトの3人と意気統合し、古いヒロトをリーダーとしてガーネット・クロウを結成する。同年12月4日、ガーネット・クロウのギタリストとしてインディーズデビュー。 この時期の活動は多忙であったため、直後に一時入院となる。2000年3月29日に同バンドはメジャーデビューとなる。ガーネット・クロウの活動と並行してソロとしての楽曲制作を開始。2000年11月8日に岡本と志として CD シングルファースト・ファインデーを発売し、これがソロアーティストとしてのデビューとなる。これを機に岡本一志から 現在の表記である岡本人しへと解明。2004年1月22日には大阪府のヒルズパン工場にて岡本ナイトと称して初のソロライブを行う。それ以降、ヒルズパン工場においてはゲスト出演も含めて10回以上のライブを行っている。またサードの坂井泉が生前最後に行った2004年のライブツアーにもサポートメンバーとして参加した。 その他、岡本の作品の発売年月日や、参加したライブの開催年月日の詳細については、作品、ライブの各説を参照のこと。岡本個人の作品においては、ギターのみならず、全楽器を演奏、作曲、ボーカル収録もほぼすべて、岡本自身で行い、それをコンピュータ上で編集するというタクロクのスタイルをとっている。そのため、 直接ギターを弾いている時間よりも、音をコンピュータ上で編集、加工している時間の方が長い。この際使用されるギターについては、使用楽器の節を参照のこと。拓録ククの手法を選択する理由は、岡本自身の理想とする楽曲を追求するためである。その他、制作途中のデモテープの感じが良いとの評価を、周囲から受けたので、拓録ククで、 楽曲制作を行うことによって生じる荒さや安っぽさを表現できること、自宅で落ち着いて制作が行えることなども理由として挙げている。ただし2000年のデビュー当時はコンピュータ上で全ての音楽制作が可能という環境ではなかったため、マルチトラックレコーダーを使用して細々と制作を行っていた。作曲はギターを使用し、コードを弾きながら、 花歌を歌う形で行われる。この際、曲の長さを3分台に収めることに留意して制作がなされている。その理由は、3分以内の曲で他人を納得させられないのであれば、4部、5部になっても同じであるというポリシーから来るものである。歌詞は主に、あずきななから提供される。あずきななの詞は、直接的な表現ではなく、遠曲的な表現で書き上げられているため、 自分の音楽に合っていると本人は語っている。今までに岡本と志が使用したギターは以下のものがある。レコーディングでは特定のギターに固執することなく様々に使い分けており、この他にも古いヒロト所有のテレキャスターを使用したこともある。ライブ時のピックは必ずおにぎり型を使用する。弦は癖が少なく寿命が安定しているという理由からダダリオのものを 主に使用している。エレクトリックギターアコースティックギター演奏する音については、ギターらしいギターの音ではなく、あくまで曲の中におけるギターの音を追求している。特に自身が参加しているガーネットクローにおいては、中村ゆりの曲とあずきななの詞を前提として、楽曲制作がなされており、そのバランスを壊すことがないように配慮している。そのため、ガーネットクローにおいて、 作曲をすることは考えておらず、あくまで曲と詩を支える立場であり、自身もその立場の居心地が良いと語っている。ボーカリストとしての性質については、普段の岡本の話し声と同様に、こもりがちな声質であると語る。岡本のソロ作品は、自身による評価と同様に、ギタリストとしては珍しく、ギターが控えめな作品である。 ギターのテクニックで聴き手を圧巻させるようなものではなく、緻密な楽曲構築と温かな声で包み込む、形の音楽であると評された。音楽雑誌、ロッキン ON ジャパン元副編集長の宇野これまさは、良質なギターポップを作曲できる岡本が、ガーネットクローにおいては全く作曲を行っていない、ことに驚き、 ガーネット・クローのギタリストという先入観からすると、とても意外であると評した。また、トット・ラングレンのように、無国籍な音楽であり、特に邦楽による影響がほとんど見出せない点を、特徴として挙げている。岡本は、この点に関して、自分を職業作曲家として意識してからは、邦楽は全く聴かなくなったことを理由として、返答した。CD の売り上げは、 ソロ作品と提供曲では差がある。上記で表されたソロ作品はほとんどがオリコンチャートの圏外である。ファーストセカンドシングル及びファーストアルバムはいずれもランキング圏外であり、セカンドアルバムは最高145位、サードアルバムは最高74位である。提供曲についてはザードのマインドゲームスのカップリング、ヒプノシスがある。また、 シングルの表題曲となったものとして、倉木舞の PS 舞サンシャインがあり、この作品はオリコン週間シングルチャートの8位を記録している。岡本の音楽性に影響されたアーティストとしては、2006年までインディーズレイベルで活動していた女性歌手、北空美宇がいる。北空は岡本と同じビーンググループにおいて活動を行っており、 岡本を尊敬するアーティストの一人として名言していた。岡本と同じ卓力を基本とした楽曲制作を行い、ライブでは岡本と共演したり、岡本の楽曲であるオータムスカイをカバーするなどの交流も見られたが、2006年末を持ってきたゾラは活動を休止している。その他、同様にインディーズレイベルで活動した星田志保も、 曲の長さを3分台に収めるという岡本の作曲法に影響されそうになったが、岡本本人にそれをうのみにしないように忠告を受けている。コンピレーション参加アルバムガーネット・クロウとしての出演はガーネット・クロウのページに詳しい。ガーネット・クロウ、ガーネット・クロウ・フォータスコープ2005からゴス、アニバーサリー、株式会社 J ロックマガジン社、2005年1月21日。 サーズデイライブブックスタッフ編、サーズデイライブ、トラックスオブスリーイヤーズマイナス、株式会社 J ロックマガジン社、2006年8月1日。特に客中がない部分については、前日の、ガーネット・クロー・フォータスコープ2005からゴス、アニバーサリーを出展としている。ありがとうございます。